はい、どうもこんにちは、秋藤です。今回はこっちのマップに行きたいんよな。だから、あ、持ってるわ。ちょっと白紙の地図を作ろう。白紙の地図3枚、とりあえず3枚あればいいか。で、はい、これをコピー。よいしょ。よし。で、豚さんをね、だいぶ増やしました。だいぶっつってもまだそこまで多くないけどね。さあ、増えろ増えろ。いい取引材料に育ってくれ。あと俺の食料。今回は石炭が欲しいんすよ。石炭が欲しいから、石炭がもうほとんどないんで、北方面、北、あっちやね、あっちに向かって石炭を探しに。あ、ワンコ連れて行こう。ベッド持ってるな。ちょっとワンコも2匹ほど連れて行こう。基本夜はベッドですっとばかすつもりだけど、あ、もうすでにカーソルはこっちに移動してる。隅っこから行くか。とりあえず隅っこを、隅っこ埋めて北にまっすぐにするかな。よし、これで埋まったかな。このまんま北にまっすぐ。雪地帯を抜けて、オークの森かな。あ、こんなとこに牛さんおる。またさらいに来よう。森があって、この辺焼けた跡だな。にゃんこがこんなところにいるっていうのは、あっちの村からはちょっと離れすぎてね。ほい、あぜ道。村ですね。村。また開拓しにくそうな村。これ、あの前に見つけたとこだっけ？それとはまた別の村？
村発見したけど、あ、額縁作るの忘れた。近くに牛おらんかな。あ、鶏おる。この穴は、この穴は前に出てきたことがある村だな。うん、下明かりがめっちゃついてる。やっぱこれ前に発見した村だわ。この山一つ分越えれば村がある。これは最初の線路引くのにいいんじゃないでしょうか。あ、卵、ちょっと 牛狩ろう。牛、うん、牛他におらんかな。どこにしよう。とりあえずこの辺に置いとくか。額縁を作るには棒がいる。棒もいるけど、牛の皮が、ちょっと北に向かいつつ牛探し。羊がいっぱいいるな。どうしよう、前の村に一回帰った方が早いか。あ、卵がいっぱいだ。よし、これでまた卵チャレンジができる。牛は見当たらないので、お、あんなとこにも鶏が、卵がある。卵ゲット。ちょっと元の村に帰って、牛いないな。馬か、いるのは全部馬だな。額縁を作ってこよう。ワンコがいいお返事をしてくれた。うん、線路でつなぐには程よいぐらいの、ちょうどいいくらいの距離かな。あんまりこう苦行じゃない長さ。あ、お腹が減っている。額縁、牛の皮あった。額縁2つ。
いや、せっかくだから全部使っちゃえ。もしかしたらまだ他にも村あるかもしれないしね。って考えると地図もうちょっとあった方がいいか。よし、こんなもんかな。牛肉焼いとこう。あと卵チャレンジしとこう。あー、声がカスカス。さあ、鶏は生まれるでしょうか。えいえい。お、生まれた2匹目。お、とりあえず2は生まれましたね。よし、これで繁殖できるぞ。あげよう。豚さんまだ繁殖できないね。よし、じゃあまた行きますか。村の木はまだ、あ、でももうここどっちでもない。どっち、ワンコが先回りしてる。ちょっと行くとこっちのマップだもんね。とりあえず地図を埋めつつ、これな、砂利山なんよな。砂利じゃなかったら石炭ある、ありそうなのに。あ、石炭。あそこのいかにも入り口ですみたいなの気になるね。あ、牛がおる。あ、牛いっぱいいるじゃん。とりあえず村があるのはこっち。この山の向こうか。どこだ。あったあった。なかなかいいペースで新たな村を発見できてるね。どうしよっかな。とりあえずどっちの地図も複製して、
これが下、こっちが上。よし。とりあえずマップは貼れたんで探索続きいきますかね。ちょっと北にまっすぐ。石炭掘りたいからちょっと寄り道するっていうか、完全に上まで行かなくても、マップの上まで行かなくても半分ぐらいのとこまで行けたらいいかな。前回の前の秋倉の時に学んだ大型アップデートが来た時に、すでに開拓された部分が、マップで開拓した部分が、ロバがめっちゃおる。新しいバイオームとかになってくれないからね。この辺よさげ。どうかな。石炭はありますか。ありませんか。残念。おっと雨。よし。もうちょい先行くか。石炭。この辺掘りまくれば、あそこ石炭あるぞ。でも高いな、位置が良くない。いけるか。よし。ワンコは登ってこなくていいよ。まだある。まだあるな。豊作いっぱいある。よし、とりあえず30個。ワンコ登ってこなくていいっつうのに。俺は降りる。北側はこれくらいで、今度は東側に向かいたいけど、山を登らないとダメか。
夜になってんとちゃう。寝てみよう。寝れた。お、雨もやみましたね。こっちが何があるかな。一応この4分の1を様子見るするということで、なんか先に囲うかな。4分の1部分をざっと何があるか見て、これの下のマップも多分そんなに開拓してないんよな。下のマップも行くか。お、穴？水たまりだった。この辺は平地だな。見事に平地。どっか潜れそうなとこないかな。なんか馬がやけに多くねえか。お馬さんたくさんいますね。ちょっと外れるんだけど、あそこにネザーゲート遺跡発見。あ、その向こう、あのアカシアの木があるね。サバンナになってる。さて、お宝物色。金ブロックは、あ、あった。よし。じゃあちょっと南側に下りますかね。サバンナの方もちょっと気になりはするんだけど、お、ここ潜れそう。ちらっとだけ潜ってみる。石炭ないかな。結構広そう。広いっていうか深いな。お、鉄はある。ワンコ2匹で下に降りるのはちょっと怖いので、
ここはこれくらいで、これくらいで許してやろう。はい、また南に下ります。割と水場が多い。水場で白樺の森。あ、でもあの辺逃避とかオークとかもあるな。いや、このワンコ2匹ぐらいの護衛がなんかちょうどいいね。邪魔にならず。ただがっつり掘りに行くときはやっぱ人数欲しいんだよな。この辺の岩場とか石炭ないかな。ちょっとだけあるぞ。なんだ、洞窟？洞窟ってほどでもないな。ちょちょ、ワンコ邪魔しないで。お、ちょっとあると思ったけど意外とあるんじゃね。豊作。めっちゃある。ツルハシが赤色になっている。壊れた。あれ、石炭拾えてる？ちゃんと拾えてんだろうか。今ちょうど64。あ、まだある。開けた。よし、全部拾えたかな。ぐるっと回ってきたね。だいぶ石炭掘れました。いや、まだ足りんけども。
よし、とりあえずこのまんま時間的にも村に帰ろう。あ、日が暮れてきている。お、びっくりした。ちょっと寝とこう。なんでいきなりメニュー開いたんやろ。牛さん、ちょっと牛さん買っとこうか。いらんものを捨てて牛さんを借りたい。新しい弓は作ってあるからね。ワンコが、そうだった、お手伝いしてくれるワンコがいるんだった。この辺はもう一帯が森って感じかな。あ、で、雪ゾーンに戻ってきた。じゃあちょっと ここもまた掘れそうな石炭発見。石炭がある。砂利まみれだけど、まだ拾えるな。よいしょ。そして今度はこの砂利の下、多分冒険できるんだろうな。とりあえずこの4分の1を4分の1よりちょい狭いな声がガッサガサ。日頃喋らないとね。中ではめっちゃ喋ってんだけど、表でこの体でちゃんと声出さないとね、すぐガサガサな声になってしまう。お礼は特になるね。元がこのダミ声やから。さあ、村に帰ろうぜ。あ、あった。ジャンプで入れそうなとこない。よいしょ。はい、ダメ。ここならいけるな。よし。
さあ、収穫がたくさんありましたね。うん、この下の次は下のマップかな。次はこの下のマップのこの4分の1、6分の1ぐらいかな。この範囲を埋めたいかな。徐々にこの地図も埋めていきたいと思います。本日もここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。